どうも、バーチャルフォックスのヤタムです。本日紹介するワールドはセクター11へ。戦闘機に乗り、みんなで協力して中央のキューブを破壊するフライト型の PVE ワールドです。ワールドに入ると目の前に大きく説明が表示されます。ここである程度ルールを知っておくといいでしょう。他のフライトワールドでは、文字で説明されて終わりが多い飛行機の操作方法ですが、ここでは大きく日本が置かれなおかつ詳細も書かれているので、初心者にも優しいです。ルールや操作方法を把握したら、次は敵の行動を設定します。インスタンスマスターにも敵の行動設定ができますので、難易度に合わせて調整しましょう。難易度を設定したら、ゲームスタートを押して開始できます。左右にある項目から、戦闘機のところまでテレポートして乗り込み、発進いたしましょう。このゲームの目的は、中央に存在するキューブを攻撃して撃破するのが目的です。攻撃手段はミサイルなのに、他の兵装は使えないので注意です。またキューブを攻撃すると、反撃として様々な種類の攻撃をしてきます。円が広がるような攻撃だったり、拡散ビームや光の柱の攻撃など様々となっています。一発でもヒットすると、撃墜されてしまうので注意しましょう。撃墜されてもリスポーンして別の戦闘機に乗り換えればすぐ戦線復帰できます。またキューブは体力が一定以下になるとバリアを張ります。バリアを伸びた光の先にあるキューブを破壊することで離すこともできます。こんな感じでキューブに体力を減損させることもできればクリアとなります。自分が操縦する以外にも膝に乗ることで操縦者もサポートできたり、敵の行動パターンを追加してより苛烈にしたりもできます。好みの設定にして空を飛び、攻撃してくるキューブと戦いましょう。そんな感じで戦闘機に乗って戦える PVE ワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。